昨日もそうだったけど、昨日もしかしたらね、これで使ったかも。映画に使ってくれたかもしれない。昨日乗ったのが、俺じゃねえよな。あ、おとつい乗ったのがこれじゃないよね。まさかオムライスとかは。オムライス乗ったのもなんかこれの色違いだった気がしたんだよな。はい、皆さん右側、銚子駅の社員さんがお見送りします。スムーズなお乗り換えにご協力いただきましてありがとうございます。また車内では椅子や手を確実にご用意いただきますようお願いいたします。これより犬吠駅到着後のご案内をいたします。犬吠駅到着後は自由行動となりますが、黄色い発表したスタッフが犬吠をテラステラスまでご案内いたします。歩いて約8分の距離となっております。犬吠テラステラスの1階銚子ビール犬吠醸造所です。銚子エールとおつまみの機会がございます。銚子の魚にあるオリジナルレシピをもとに醸造されている銚子エールを地元のおつまみと一緒にお楽しみください。銚子エールは生ビールまたは瓶ビール、その他銚子東大コーラをお選びいただけます。犬吠テラステラス2階のテーブル席や2階の広い展望テラス、海の色がこれでまた変なすぐ止めてありますね。また地元で採れた新鮮な野菜なども販売しております。銚子電鉄のグッズやまずい棒、濡れせんべいなどのお菓子は犬吠駅売店で販売しております。買ってるわ今日も。こいつ一本じゃねえよ、実際時間かかったから今日は行きません。あの犬吠まで却下してしませんから今日は行きません。はい、業務連絡放送お願いします。次は観音でございます。入り口は左側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。観音駅周辺は銚子のもともとの中心街で、銚子の観音様として親しまれている善福寺がございます。目にも鮮やかな朱色の本堂や五重の塔、そして年に数回公開されるお宝は全国的にも有名です。また水揚げ量日本一を誇る銚子漁港第一魚市場方面へはこちらでお降りください。